ラゴンクエストシリーズでおなじみの作曲家、杉山浩一先生が亡くなられたみたい。ものすごく悲しい。スクウェア・エニックスのドラゴンクエスト公式サイトは、杉山浩一氏死去の報告をしているので、次の内容を見てください。人気ゲーム、ドラゴンクエストシリーズの音楽で知られる作曲家、杉山浩一さんが、9月30日、敗血症性ショックのため亡くなった。90歳。7日、スクウェア・エニックスのドラゴンクエスト公式サイトで伝えられた。同サイトでは、作曲家の杉山浩一氏が2021年9月30日、敗血症性ショックのため逝去されました。90歳でした、と報告。続けて、杉山浩一氏は長年に乗り、弊社ゲーム作品、ドラゴンクエストシリーズの音楽を手掛け、シリーズの発展に寄与されました。個人は、ドラゴンクエストシリーズの500曲以上に及ぶ楽曲の全てをお一人で作曲されており、制作中のドラゴンクエスト11選ばれし運命の炎の作曲が最後のお仕事となりました、と、杉山さんの功績を振り返った。その上で、これからも共にご制作いただきたく思っておりましたので、誠に残念でなりませんが、ドラゴンクエストの音楽は永遠に皆様の記憶の中にあり、ドラゴンクエストのゲームの世界でいつまでも生き続けてまいります。杉山浩一氏の生前のご功績に対する心からの敬意と感謝とともに、謹んで哀悼の意を表します、と偲んでいる。なんだか信じられないよね。杉山先生は、作曲家以外にも真の愛国者としても知られていて、多くの日本国民からも慕われている方でもあったんだよね。本当に悲しい。杉山先生の突然の訃報に、ネットでも次のような声が上がってるみたい。え、泣くよ。嘘だ。マジかよ。ショックだな。嫌だ。神が。国宝でした。ご冥福をお祈りします。東京五輪の開会式でロトのテーマが流されたことは生涯忘れません。杉山浩一先生は偉大な音楽家として後世に受け継がれると信じています。お疲れ様でございました。90歳だったんか。青春時代の思い出をありがとう。嘘だろと思って開いたらマジだったのか。ショックだ。ザオリクハよ。子供の頃ドラクエをしながら、杉山さんの曲でドキドキワクワクしたり、感動して涙した思い出が蘇りました。素晴らしい楽曲の数々をありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。多くの人に音楽を通して感動を与えてくれた杉山浩一先生。その功績がものすごく大きいだけに、みんなのショックも計り知れないみたい。杉山先生の死はあまりにも惜しいよ。杉山先生、たくさんの夢と多くの感動を届けてくださり、本当にありがとうございました。天国でも素敵な音楽をたくさん作って、天国の人たちをあっと驚かせてください。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。